皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の集客を難しくしているのは実はあなたの思い込みかもしれないというお話についてお話をしたいと思います。私はクライアントさんとこう日々、集客ないしは制約の施策についていろいろとコンサルティングお話をするわけなんですけれども、その時にですね、私がよく使う言葉というか話を聞いていて思わず言ってしまう言葉が、その1、それって本当？これその1です。それって本当っていう話になる時はどういうくだりになるかっていうと、あなたはそう思ってるかもしれないけれども世の中的にはそれってどうなんだろうとか、自分でそれは決めてしまっていませんかっていう時に、それって本当？とかってね、聞く時あります。はい。なんで、その思い込みでそれを諦める、やめてしまうと、それだけでこう集客の幅が狭まりますので、基本的にはこうかなり頭を柔らかくしてですね、フラットな状態っていうか、私はこう思うけれども、こうは、なるべくこう今まで自分の経験してきた概念とかうまくいかないとかって言ったこともやり方を変えればうまくいくケースもあるかもしれないので、それを思い込みを外すっていうことが実は集客の幅を広がることにつながるんだよというお話を今日はしていきたいというふうに思います。まずですね、冒頭の私の、それって本当のエピソードなんですけれども、例えばクライアントさんがそうですね、ご自身の経験値で、お話を、例えばそうですね、この間のお話は、夏に本当は生徒募集をかけたいと、だけれども、そのクライアントさんの、属性、生徒さんの属性がお子さんとかを持ってるお母さんが属性になるので、夏休みは子どもの習い事とか子どもの勉強学習塾とかですね、そういったもののサポートにお母さんが回るから、その時期にはその方がね提供するサービスっていうのは、お母さん向けのサービスなんですけども、お母さんは忙しいから来ないと思うので、秋から募集をかけます。ご本人は夏から募集をかけたいんですよ。だけど秋からにしますって言ったのでね、それって本当？って私聞くんですよ。これその1ですね、私がよく聞く言葉。その2は、それって本当？っていうことと、もう一個ですね、どうしてそう思うの？っていう、割とこれよく聞くんですよね、この2つ。まずそれって本当っていう意味なんですけれども、そのお話を聞いていると、私が知っていた業種業態とは種類が異なる業界ですので、確かにその事情はあるかもしれません。加味できるポイントではあるかもしれないが、しかし例えばその方が呼びたい、お母さん、お子さんがいる、夏休みに入るお子さんがいるお母さんたちが 100% 絶対にその時期来ないのかという話ですよね。それが それって本当っていう意味の一つ目の意味なんですけれども、100% 来ないと言い切れないのであれば、少なからずともチャンスはあるわけですよね。夏の募集をやめよう、秋にしようって言った瞬間に夏の売り上げはもうゼロになるわけですよね。だって夏の募集かけないわけですから。ただゼロなんだっていうところからもしもスタートするのであれば、ゼロよりも1人でも入れば1っていう売り上げが立ちますよね。もしかしてラッキーで2入れば秋の分が軽くなりますよね。だからやってみるっていうことをしてみないとわからないっていうことなので、今までの経験値とか
一般的に無理っていう状態を除けばですね、自分さえ時間を用意できて講座を作ることができるのであれば、どういう方法を、すれば、その普段は来ないと思っているお母さんたちが来るんだろうか、こっちに頭を使うべきだと思うんですよね。だから本当っていうのはリサーチが足りてないかもっていう話です。要は自分の肌感覚と経験値、しかもそんなに多くない可能性がある経験値から答えを導き出してしまっている。もう本当に世の中的にももう全然そういう時期は少なからず少なくなるだろうは分かってるんです。分かってるけれども、ゼロじゃないでしょうっていう話なんです。私が言いたいのは、ゼロじゃない限りはやってみるっていうことがやはり一番大事になるので、そのやってみるっていうことをせずに諦めるのは早いっていうことになりますね。ということは、諦めるっていうことはゼロにすることになりますので、集客しよう、頑張ろうって思ってるのに、自分でその可能性の芽を摘めば当然ゼロになってしまいますので、集客をできない状況を実は作ってるのは自分の考え方と思い込みである可能性もある方も多いと思います。だから夏は集客できないんですって言って、夏に違うことをやるからその時期も集客も諦めて、やらないからその分秋冬にさらに倍稼げるような準備を夏にしたいんですとかっていうのであればまだいいんですけれどもね。例えば駆け出しである程度数も欲しくてっていうことであれば、もうとにかく動いて試して動いて試してっていうものの繰り返しになるので、そういう観点で言うと子供さんが忙しいから、お母さんもつられて忙しいので、その時は来ないですと言い切れるのかという話です。だから私、なんでそう考えるのっていうふうに言うと、その根拠をどうしても言わなくてはいけなくなるので、その根拠を言うっていうことは社会的な背景も含めてだし、本当の事情っていうのをご本人が知っている必要があるんですね。まあ、大概調べきれないです、そんなことなんて。ということは、どういうふうな講座を作ればそのお母さんたちは動いてくれるんだろうっていう方に思考を使わなくてはいけないんですよね。夏でないと手に入れられないもの、夏だからこそ夏季限定で、忙しい中を縫ってでも価値がある講座であれば、お母さんは時間を作ってくるかもしれないですね。それは何なのかっていうのを考えるのは、その業種業態を知っている先生の役割になります。ただ自分でチャンスを要は潰さないっていうことなんですね。夏は来ないんですというふうに一言で言った瞬間に、もう集客をしようっていう気はおそらくその方になくなるわけなので、そうするとゼロっていうことになりますけれども、もしかしてこういう伝え方をして、こういう講座とこういう切り口の内容で言えば来るかもしれないっていう、まあそういう意味です。これは業種業態もそうですし、地域エリアもそうですし、あとは属性ですね、顧客属性。そのお母さんって言っても何歳代ぐらいのお母さんなのかとか、そもそもそのお母さんはどういう環境、共働きで働くお母さんなのか、本当に専業主婦なのかとか、家庭の中の環境が違えば当然選ぶ選択肢が変わってくるはずなんですよね。だからそういう意味ではお母さんっていう一口で言ってもお母さんにならないということになります。だからまあ、お母さんにならないっていう言い方変か、皆同じお母さんっていう状態ではならないっていうことですね。だから違う人は来る可能性があるとすると、その可能性を考えてみる、探ってみる、ないしは来てもらうような企画アイデアを作るっていうのはとても大事なことであるというふうに考えています。ですから今一例で言いましたけれども、この例は他にもいろいろ言い訳というか話が出てくる内容です。そのプランは何かプランとかコースとかがあって、そのプランは、そのお母さんには受けないと思うっていう、
と思うでももちろん全然構わないんですけれども、もしかして見せ方とかを変えればそれがうまくいく可能性とかがあるのであればやってみるっていうのが答えですね。本当は近しい人に話を聞けるのが一番いいんですけれどもね、どういう、その自分が近いそれを分かる人に、話を聞くことができると、そのお母さんの事情とかもっとヒントになるような、来たくなるような理由付けをすることができるかもしれないからです。全然ちょっと業界違いますけれどもね、通常アイスっていうのは夏に食べるものだっていうことでアイスが売られていた状態から、アイスがその冬のお菓子っていうことで、なんていう名前だったかな、ちょっと高級な、お菓子デザートとしてですねアイスを位置づけたメーカーがありました。そうするとそのアイスっていうのは暑い体を冷やすためにアイスを買うのではなくて、ちょっとした自分への、女性 OL とかお仕事を頑張ったとか、そういういろんな事情があると思うんですけれども、そういった人たちへのご褒美アイスとして買いませんかっていうことで、通常は冬にアイスは売れない市場をアイスが冬にでも売れるようにしたっていうメーカーがありました。だからそれは今までの概念から考えると、暑いから冷たいものを食べるっていう概念がそれは関係なくに、ご褒美アイスデザートっていう領域にアイスを振ったことによって冬でも売れるアイスを作ることができてるんですね。だからそういう考え方で言うと、ご自身のサービスっていうのはその時期だから売れない、その場所だから売れない、そうだな、その時間だから売れないとかは本当だろうかっていうことですね。人を変えたり、場所はなかなか難しいんでしょうけれども、特徴の見せ方を変えたりとか、誰にっていうものがもちろん一番大事なんですけれども、それを変えることによってないしはその人たちが喜ぶものが何なのかっていうのを理解して見せることによって売れない商品が売れる可能性があります。ただですね、ここで注意しなくてはいけないのが、求められていないものサービスを無理やり、売るふうに装飾というか言葉を装飾したりとか、あとは何でしょうね、私はあまり好きではないコピーライティングの方法なんですけど、煽るとか少し脅迫観念的なものを与えて制約に持っていくとか、それは私はあまり良くないと思ってます。なぜならば本質的には企業というかサービスっていうのは求める人がいて、悩み解決ですね、問題とか何か悩みを解決するその技術を自分がたまたま持っていて、でその技術を好きな仕事としてやっている、それを提供することによって対価をもらうっていうのがサービスで利益をもらって会社が循環していく、個人事業主だったら個人の事業が回っていくっていうことになるので、それをこう目先を変えて騙すようなイメージで言葉を巧みに使ってっていうのはおすすめできないです。だから何が言いたいかっていうと、そもそもその人が何を課題、要は自分がターゲットとする人をですね、その人がどういうものをサービスとして欲するイコール悩み課題とかになるんですけれども、それをどうやったら解決してあげられるか、ご自身のスキルでっていう、ここを探し出すっていうのが大事になるので、その概念においてもう一度先の話に戻るんですけれども、集客っていうことを考えた時には自分で枠を狭めてしまうとそれ以上の動きが取れなくなるので、やり始める時には非常に柔軟に考えたことがいいっていうこと、考えた方がいいっていうことですね。リサーチは自分の業界内、ないしは自分の頭の中にある常識だけで作ることはしないっていう方がおすすめです。
だから私はウェブの集客はお教えしますけれども、ブログ書いても集まりません、フェイスブックで拡散しても人が来ないし、インスタグラムでも来ないっていうと、当然アナログ戦略もやる必要がありますね。過去のお客様の再来店再来訪を、促すような DM、 ダイレクトメールを書くの、メール手書きですよ、書くのかとか、あとは近所とかで提携できそうな、お店とかとともに、一緒にこう紹介をしてもらうようなチラシを置いていきながらやるのかとか、コラボセミナーとかコラボイベントとかを組みながら自分の店舗を紹介していくようなイベントを組めないかとか、ネットがダメならリアルも同時にやっていくっていうのが基本セオリーになるので、いや教室の先生ってそんなことやりませんよとかって言う人いるんですけれども、いやだからやるんですっていう感じです。みんながやらないから、もしかしたらうまくいくかもしれないじゃないですか。だからそこはやったことがないことであれば、むしろチャンスっていうか業界の人がやらないからっていうことですね。例えば今では割と動画で、パンとかを教えるっていうのも、ね、お菓子とか教えるのも当たり前になってきてますけど、私が7年前とかにトライした時には、スカイプで教えるっていうのをやってみたんですけれども、その時にはそれをやってる人っていうのはほぼほぼいなかったですね。何名かいらっしゃいましたけれども、今は割とそれがもう普通になってきてるじゃないですか。だから最初にやる時っていうのは、人がいないので、私はそれをこう軌道に乗せるっていうところまでは、その相手の通信環境が良くないことによって、通信が落ちるっていうことが理解できたんで、講座として立てるのは当時は難しいなと思いましたけど、今だったら通信環境もだいぶ良くなってるので、講座を立てることができますよね。だから早い場合にはチャンスでもあるし、逆にそのインフラが整ってないと、講座自体が成り立たないっていうケースもあるんで、それもどちらも試すことはできるんですが、大体やってないことで求められることをもしもやれるのであれば、大抵そこにね、お客様がその商品を求めて集中したりします。だから考え方は基本的には、望んでいること、困っていること、ないしはもちろん自分もそれを時期が秋にしたかったのを夏にするためにはどうするのかって、この合致点を探さなきゃいけないので、そこはやっぱり頭を使うべきだと思います。押し売りをするとかっていう意味ではなくて、考えるということです。それもしないで、この時期は無理なのでっていうことでバサッと切ってしまえば、もうそこまでになりますし、そこで何か一つアイデアを思い浮かべて、何かイベントを組んで、それによって新しい層の人を呼び込むっていうことももしかしたらできるかもしれないので、やらないよりはやってみる価値があるということなんですね。ということは、それをやるかやらないかっていうのは非常に大きな分かれ目になるので、しょっちゅうそれをやる方向の選択肢をする方と、全くそこは今がこうだからっていうことで諦める人では、1年後とかにものすごく集客力の差が出てきます。だから集客ができないっていうケースは、私が例えばそうやってお話を聞けば、それって本当とか、なんでそう思うのっていうのを聞けるから、改めてこう考えるっていう瞬間は持てるんですけれども、そうでない場合には、ご自身の判断になってしまうので、諦めてしまえばもうそれで終わるっていうことですね。だから知恵をどれぐらい絞って頑張ってやっていけるかっていうのは、やはり考える必要があって、それによって世界が広がります。だから、業界内の常識っていうのは基本を捨てた方がよくてですね、違う業界の人と話したりとか、違う業界の人の常識とかを自分の業界の方に取り入れたりしていくと、結構柔軟にいろいろと考えることができると思います。私がパンの業界はやってましたけれども、インターネットマーケティングの知識っていうのは、主に通販の方々のたくさん属して、通販の方々がたくさん属している、団体のコンサルタントの先生のグループにいたから、いろんな話を聞いていて、あ、そういうふうにネット集客考えるんだっていうものも学べたりとか、高額のものを売る方法、ネットで高額のものを売る方法とか、あとは
そうですね、出会わなくてして、そのものを信じて買ってもらう方法とかですね、まあ、いろいろと手法はありますよね。特にそこの団体が男性9割ぐらいの団体だったものですから、逆に言うと女性の考えにない考えで物事を進めていく思考を身につけることができたのは、非常に私にとってはその後パン協会でそんな思考を取り入れながら試していってる人いなかったので、非常に逆にやりやすかったっていうことがあります。ですから、業界の常識っていうのはあるにしても、考慮するにしても、それが全てではないということをお伝えしたいと思います。だから、集客を難しくしているのは、実はあなた自身の思い込みかもしれないっていうことを、ちょっと頭を使って考えていただくための、まあ、起爆剤というかヒントにしてもらえたらなと思いまして、本日のお話をお伝えしました。よかったらぜひご参考になさってみてください。それでは。